パリコミューンは、フランス革命のさなか、1789年から1795年まで存在したパリ政府。バスティーユ襲撃の直後、オテル・ド・ビルに設立され、フランス中央政府からの命令を断固として拒絶し、1792年の夏にコミューンは反乱者になった。初代の市長は、ジャンシル・バン・バイイーである。 しかしバイインがシャンド・マルス公園の暴動集会を鎮圧するために国民軍を動員したことは不評を買い、1791年11月にペテヨンド・ビエヌーブが役職を引き継いだ。1792年には事態条例により立法議会に参加していないジャコバンたちがコミュームの主導権を得た。1792年8月9日の夜に 新たな革命的コミューンがホテルドビールを占拠した。その翌日、ボートが王室が居住するチュイルリー宮殿を襲撃した。相次ぐ憲法上の危機の間、崩壊状態のフランス立法議会は、議会としての機能を継続することを可能にする、効果的な権力を求め、コミューンに深く依存した。その全権力のコミューンは王室を拘束して、 タンプルの要塞に遊兵するよう要求した。革命の敵のリストが作成され、都市へのゲートは封じられ、8月28日にマスケット銃の捜索という表向きの理由で市民は家宅捜索を受けた。31日の夕方までにパリの全牢獄は一杯で溢れ、9月2日に牢獄での虐殺が始まった。その後、1794年までに、 ほとんどの権力を失い、1795年に総裁政府に置き換えられた。ありがとうございます。